松縄町部分西はぜ町部分終点の藤井交差点を転居終点を勝賀さんから望む高松市同期太と式無線は香川県高松市北町あざお原から高松市木梨町藤井へ至る指導である路線番号は M0046 岩瀬小山海によって分断された高松市中部と西部を結びまた人口密集地である高松市中部郊外地域を貫通する 重要性の高い幹線道路として現在整備中である。また、本路線の完成により、朝夕の通勤ラッシュで特に著しい交通渋滞が発生している産業道路や中心市街地の渋滞緩和に効果が期待されている。高松市の中部郊外地域を東西に貫通している。現在は整備中区間が存在するために区間に分かれているが、つながれば、 高松市の都市計画道路の一翼をなす、主要幹線道路となる。未共用の区間は、起点部分と県道を43号中、特造国高松選別線に県道280号、高松香川線の2区間である。当線は区画整理に伴って整備された区間が多く、宮前港民間前交差点、気象台西交差点は大田第二都地区画整理事業。 三条、日橋交差点高松南消防署西交差点は、南部第一土地区画整理事業の施行区域内である。2011年現在、中間の1カ所と、起点部分の1カ所が未供用。高松市はこの路線を整備中の都市計画道路の中でも最重要路線に位置づけており、財源は2008年度までが、国の臨時交付金と主催を約半々、2009年度が、 道路特定財源の一般財源化で発生した進行付近を当てている。この未供用区間は、現在の起点から県道43号中、特造国高松線本線までのわずか220メートルほどの区間であるが、用地買収に応じていない地権者が多いため、工事は長期間にわたりストップしていたが、2020年12月にようやく工事が開始された。 この区間が完成すれば接続する予定の県道を43号中、特造国高松線本線の接続予定部分では、交差点の設置を見越して、北方面からの右折レーン用地が反対車線に膨らむ形で確保されている。そのため県道を南方面から北進すると、車線自体が歩道側に大きく蛇行しているため、スピードを落とすことを余儀なくされる。 この区間はことでん、ことひら線をまたぐ区間であり、古線橋の建設が必要であるほか、前後区間は住宅密集地で、かなりの住民が立ち退きを迫られることになるため、事業化の目途は立っていない。都市計画道路北木無線は、未共用部分を含め、東市道全線に相当する。なし交差道路が、灰色の起点部分、福井市街道塩の江街道は、未開通部分。 ありがとうございます。